お、それ新しい服？いいね、新鮮。えへへ、ありがとう。選んだのは私やぞ。さあ、行くぜ行くぜ。お、向こうにびっくりマークが。なるほど、これで進めるようになったかな。どうだ？3人揃ったけれど、やっぱ長女いいな。ふふ、やっと来たわね。それじゃあ始めましょう。はい、はーい。さあ来たよ来たよ来たよ、このかわいいやつ。いいよねいいよね、これめっちゃ好きなんやけど私。かわいいし、顔面偏差値高いな、この3姉妹やばすぎる。なんかあれやん、姉妹とか兄弟とかってさ、なんかどっちかめっちゃ可愛かったり、どっちかめっちゃかっこよかったら、片方なんかうんみたいな感じになられたりするやん、芸能人とか。それが絶対ないよね、3人とも可愛いもん。東の門が開く、これどういう仕組みなの、踊りで開いてんの。カメラでも仕込まれとんかな。うははは、やってきたよ。そちらから開いてくれるとはバカな奴らだ。あわわわ、うははは、キャー、え、あーお顔が、なんてこった返せ。これで大妖精の魔法は使えまい。くくく、今度こそ村の奴らの顔をいただくぞ。うははは、そして召される。あーここは、あーまた油断しちゃった。私たちはこの子を連れて村に戻るわね。失礼します。でも一人でちゃんと歩けるんやね、すげえ。目がないのに。はい、そしてお、戻ったってことかな、これは。あー荒れてるよ、荒れ果ててるよ、みんなの顔がないよ。着いた時には村はもう大魔王は満足して帰ったようです。全員がやられてしまった。私はみんなを助けに行くわ。ねえ、あなたも手伝ってくれない？よき。ありがとう。フランが仲間に入った。大妖精は村をお願いね。はい姉さん、では行きましょう。心強いけど。心強くはあるけれども、行けるんすか、行けちゃうんすか、行きますか。なんかいろいろ伸びてくね。さあそれじゃあ進もう、カネピョンのいる方向へ。お金かーい、戦うの嫌だな。それは言わないで、確かに頑張ろう。特にほら今頑張ろうってなっとるエルフがおるんやけんさ、そういうことを言って溝をさしちゃいけない。いいね。じゃ、強い敵とばっかり当たってさ、なんか自信がなくなってきよったけん、こういうところで弱いモンスターが出てきてくれるのは助かる。精神的に助かる。やめてよ。お、こうちゃん扇風機。扇風機は結構強力な技やなって思う。レベルがね、みんなよりはるかに低かったとしても。人間大砲。なんてことだよ、お姫様やのにああいう扱い。そりゃひどいって言われるよね。お、いいぞいいぞ、メグいいね、わあ、アイナに褒められて上機嫌、かわいい。かわいすぎるよ。あー、プーさんの体力が、あ、大丈夫か、いけた、やったー、はい勝利、無事でよかった。お、そしてアイヌのレベルがレベル19かな、ボーナス経験チケット19じゃないわ、全然レベル9やわ、どんだけだよ。じゃあちょっと、はい、メグちゃんに、あー、レベルアップしなかった。させたかったの、今めっちゃさせたかったのよ、レベルアップ足りんかった全然。アイヌ様、いやいや、私はどこでもコストマン、アイナ様にお届け物です。手紙を受け取った。
チカとお渡ししましたよ。ありがとう。あゆなえ、いいお肉食べてるわしはいい体。トラララララよりいい体、違った意味でね。トラララララを変わらないな。くっ、巻き舌。頑張るぞー。鼻がムズムズする。我慢しよう。それかもう逆に出してしまうとかね。はい、ゲーム券を3枚ゲット。行くぜ行くぜ。あ、でもこの先宝箱が終わってすぐに宿屋やったわ。はい、到着。さあどうだ、みんな何かしら、何かしら武器とか武器とか武器とか求めてくれてもよろしくってよ。お、なんか話しよるね。はい、プーさんとメグちゃんかな。メグの寝顔って決まってるね。え、そうかな。決まってる寝顔とは。昨日ずっと眺めてたんだ。見てたら朝になっちゃった。怖い。そんなにそんなに見られてるって分かったら今度から逆になんか寝れんよね。目の前で。はい、ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、そして今ね、一瞬ちょっと、お、いけるか。飛んだ、めっちゃ飛んだ。やったね、全員全員いい感じ。さっきね、一瞬この画面の時にね、お金、ほら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 、お金ってことは欲しがっとるってことよね。お小遣い。間違えた間違えた。はい、めぐちゃん、みぐたまのドレス。じゃあそれを買ってきてくださいまし。水玉のドレスを買ってきた。さあこれで何色か、ん、あ、これぐらいかな。こっちのピンク。はい、これを着ていきます。私、私じゃないね。めぐちゃん。はい、そしてこっちも服だね。ステンドグラスの花。なるほど、フィッコーちゃん落書きじゃちょっと嫌になったね。それはしょうがない。なぜか MP アメを1個買ってきた。なぜ、どうしたの。お釣りの210ゴールドを返してくれた。うー、ありがとう。ありがとうなんかな。はい、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレットはしたか。したか。え、してないよね。してないわ。あ、したんか。え、した、してないよね。あ、そっか、水玉のドレス買ってきたんや。じゃあ、経験値か HP バナナでお願いします。帽子と服はちょっと今はいいかな。これさっきもらったやつやし。もらったっていうか、買ってきたやつやし。はい、経験値たっぷり。これで誰かレベル上がるんじゃない？景品、経験値たっぷりゲット。ほら、これでメグちゃんにすれば。はい、オッケー。思った以上に多かったね。はい、メグちゃんレベルアップ。なんか次の、なんか最初にちょこっとぐらいまでしかいかんかなって思ったんやけど、結構いったね。はい、それじゃあ、はい、出発しましょう。もちろんこのメンバーで。とりあえず、まあとりあえずでもね、姫とあと何やった何やった、まあ着替えができたからよしとしよう。はい、そしてカネピョン。お待ちかねのカネピョン、ここで稼ぐぞ。一匹しかおらんけど。逆になんか弱っちいモンスター数匹とかおった方がね、もうちょっと稼げるような気がするけど。いいね、熱い一撃。結構頑張ったね。よしよし。さあ、そしてびっくりした、伸びんのかと思った一瞬。はい、さあ、エリフの国、東にね、どんどん進んでいきよりよ。行くか。ゴーゴーゴー。いいとこ見せるぞ。私も頑張ろう。
って言いながらプーさんが先頭に。お、それ新しい服？いいね、新鮮。えへへ、ありがとう。選んだのは私やぞ。そこはちゃんとアピールしてくれてよろしくってよ。さあ、そして。お腹痛いかも、大丈夫。ご飯抜きだな。確かにお腹痛かったらご飯は食べない方がいいかな。でもお腹空きすぎて痛くなることってあるよね、なんか。そういう時はちょっと与えてあげてほしい。から焼き燃やせ燃やせ。お、スラッシュ。あ、こっちは一発じゃないんか。避けて。あ、もうちょっと早く動いてくれれば。あれってあれなんやね、なんか隣同士とかじゃなくってもう技は発動するんやね。やったね。次にレベルが上がるのは一体誰だろうか。お金お金、その話好きだね。何、私が金の亡者みたいな。つらい。さあ行け、踊りましょう。応急ダンス。連れてくれよ。お、一匹だけ。みんなに広めるといいよ、それを。から焼き。熱い熱い。そんな熱いの食らわしたらなんか焼き鳥になりそうやけど大丈夫。あ、ちょっと危険危険。お、いいね。いった、はい、こけたけど。なんかフランの存在薄くない？え、なんか活躍してます、あの子。なんだよ、さっきから別に全然こっちに効果がないような感じが。我慢した、我慢できるものなのか、みんな我慢して、それなら。え、言ってくれてたら我慢してたよみたいな。ご褒美なんてもったいないです、あのやつに。罰ゲームをお願いします。おー、まだか。いけるんじゃないこれ。え、まだなの。悪夢とかやめてよ、最近いい夢ばっかり見てるんだから私。私のために争わないで。どんな夢を見ているんだ。めっちゃ幸せそうな夢じゃない。なんか取り合いかなんかされてるの。やった。お、ピッコーちゃんがレベルアップ。いいねいいね、美味しいもの食べたい。やっぱ常に思うよね、食欲の秋とか言うけど、別に食欲は一年中あるし、美味しいもの食べたいです私も。はい、回復料理。回復料理っていうのが本当になんかその食材に効果があって回復しよるんか、それとも。お、スキルレベルアップやったね。好きなのかな。二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップさせる。お、踊りましょう。なんかここにおるけんね、いろいろと頑張っ、お。盛り上がったまま、ヒップアタックとかやめてもらえますかね。やめてもらえますかね、扇風機。どうだ、わさ発射。これどんぐりのやつ。どんぐり、まあ、確かにあんな勢いで飛んできたら体に穴開きそうやもんね。つらい。はい、勝利。やっほー。お、コデプーさんレベルアップ。はい、36ゴールド、しょぼ。しょぼえにもほどやろ、もうちょっとなんか弾んで。モンスターに言うやつ。お、助けた人が1050人になったので、神の力の目覚め。 HP 振りかけ増量。 HP 振りかけのサイズが300から320になった。
ほほほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせようじゃな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は1万1000人助けること。頼んだぞ。ほほほ。頑張ります。頑張って頑張って稼ぎます。はい、それじゃあゲームコーナーで、ルーレット。はい、スタート。さあ、来い。さあ、来いよ。枯葉が欲しい。もうずっと言えるけど枯葉が欲しい。めっちゃ欲しい。お!やったねー!武器枯葉ギリギリやん。めっちゃギリギリ。境目やった。景品枯葉ゲット。じゃ、これをフィッコーちゃんに。はい、どうぞ。まあ、でももともとあれか。落ち葉みたいな感じやけん。まあ、大丈夫でしょう。はい、そして、料理。お小遣い誰かいるかな?はい、お任せで。あれかな?あの場面やったら、お小遣いがいるかどうかはまだわからんのか。はい、ごちそうさま。そして、お小遣いは、MP アメはもういいよ。MP アメはちょっと、うん、いいよ。取ってこなくて。取ってくる。買ってこなくて。はい、それじゃあ出発。行きますか。さあ、ここで、クイズマン!ちょっと待った!何?いつまでも遊び心を忘れない。ご存知ミスタークイズマン。この影誰の影?今日のクイズはシルエットクイズ。やります。それではレッツクイズ。いや、あれなんよね。結構こう、トモコレとかでもしよるけんさ、こういうクイズ。簡単よね。全部で3問。さあ行ってみよう。はい、1問目。え?ちょっと髪の毛はこれでしょう、多分。大丈夫か。やったね。髪の毛だけで判断していくやつ。やるじゃないか。はい、2問目。お、これキャンディーさんやん。めちゃくちゃわかりやすい。はい、そして。3時間目。これさっちゃんやね。なんでそんな急いでんの?超カニ股走りなんだけど。お見事!ありがとう!おめでとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。MP 飴を5個ゲット。やったね。余った MP 飴レアに送った。ではまた会おう。よしよし。お、これで、でかい鼻の中に続いている。お、扉があったよ、扉が。これはもうここ、もう、一個向こうかな、扉は。ハスの湖、かわいい。かわいい。ハスとハスの花ってかわいいよね、なんか。さあ、行くか。大丈夫かな?不安になるのはわかる。わかるよ。何も考えてなさそうだからね。はい、来た。優しいゴーレム。優しいゴーレムなんだから私を救ってくれるんでしょうね。当然のごとく救ってくれるんでしょうね。いいね、いいね。これ乗ってくれた。そういう優しさね。大事。大事よ。めっちゃ盛り上がっとるやん、二人とも。いいね。やったー。おたまじゃくしの方はあっという間やったね。ゴーレムもあっという間にやっつけてしまいたい。結構耐える。え、頑張れ。ああ、これあと一発でやられるよ、めぐちゃん。花が咲くよー。ありがとう、フィッコちゃん。おー、いいね。あれどういう状態なんやろ。花の栄養をもらいよる感じなんかな。おー、すごい威力が。着弾確認。しかしそこの友情が。カニ袋爆発してしまった。え、この一発だけ。まあ一発でも嫌やけどね。嫌やけどね。おたまフード。
おたまフードとはおたまじゃくしにあげる餌みたいな。絶対まずいやん。確実にまずいやん。大魔王が待っていたなんて。びっくりしたね。ほんと、油断はダメね。私、大妖精失格かな。はい。あら、厳しいのね。めっちゃニコニコやん。何、反省してる？え、失格って言ってるんだけど、反省してるんすか？あ、暗くなってきた。はい、開けます。220ゴールドゲット。さあ、進んでいきますよ。お、到着。なんか一気に暗くなったね。ハスの花がめっちゃキラキラしよって、なんか好きなんやけど。はい、好きレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。ほい、それじゃあ、みんなの様子なんもないね。じゃあゲームコーナーで。いや、料理を先にしてこうか。じゃあ料理お任せで。いただきます。はぁ、半分半分に分かれた反応が。二人めっちゃなんかウキウキしとるやん。いいね。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレットー。よし。ペア旅行券の割合が高いね。あ、でも夜空のドレスが欲しいです。あ、ペア旅行券になりそう。なりそう。くっ。この割合が高くても当たらんときは全然当たらんのに、めっちゃ余裕でそこ行くやん。ということで、今回は、はい。はい。レッツゴー。いってらっしゃいまし。いってらっしゃいまし。ちょ、氷を深めてね。よきよき。一緒に遊園地ね。遊園地なんかな？わからんけど。観覧車があっただけやけど。すっごく良かったね。ね。うん、夢みたいだった。おー、スキルレベルアップ。やったやん。さらに。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？お、こっちの二人もやね。はい、それじゃあ。それじゃあ、お小遣い。なんでみんなそんなに欲しがらないの？欲しがれよ。欲しがれよ。みんなもうちょっとなんかパワーアップしたいとかそういう欲はないのか。ほら、もうね、どん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 進んでいくというのに、パワーアップができないじゃないの。ほい、それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。